ニュースポッツ7です。史上最悪の迷惑動画との指摘があります。回転寿司大手スシローで若い男性がレーンを回っている寿司に消毒用のアルコールスプレーを噴射している動画が拡散され問題になっています。動画はおよそ13秒、最初はレーンの上に回っている商品案内板が載っている皿にスプレーを吹きかけていましたが、2皿目と3皿目は実際に寿司が載っている皿にスプレーを噴射していました。健康被害につながる可能性もある悪質な行為に対し、 SNS では回転寿司炎上界隈史上最悪の迷惑テロ動画見つかるというフレーズがつけられています。ニュースポスト7。